小田春久像。小田春久は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将。織田氏の第八代当主。官位は、宮内県省友。尾張ゴンモり日た之助。署名は、織田高地。子に、織田隆朝がいる。日立にて第七代当主。織田貞宗の子として生まれる。生没年については、 1283年2月10日から1353年1月16日と伝わるが、父の定宗は、兼務2年に53歳で死去したとされ、矛盾する。ゆえに定宗と春久を兄弟とする説もあるが、昭安2年生まれとする説があり、署名のコーチが、北条氏特捜家当主、鎌倉幕府第14代執権の北条高時より、 天気を受けたものとされることからも後者が正しいと判断される。火力2年、父の代理として、道の区の安藤氏の乱鎮圧で功を挙げ、翌年鎌倉に帰還した。元校元年の元校の乱では、鎌倉幕府軍に従ったが、同幕府が滅亡するとその罪を問われることを恐れて、幕名で、日立国に流罪とされていた、までの工事藤房を助けて上落し、 五代醐天皇に仕え、その意味な、御子土地の一時を受けて、春久に改名したとされる。後に、足利高氏が、五代醐天皇の兼務政権から離反すると、南朝側に組みし、延元元年、兼務三年には、日立売空城などによって、楠木正江と共に、日立の佐竹氏などの北朝勢力と戦った。その後延元三年、略王元年に、 北畑地下房を小田城に迎えたため、高氏の命を受けた。孔子冬の攻撃を受け、広告2年、略王4年には北朝に降伏することを余儀なくされた。以後は、北朝方に属して戦い、諸冬に従って、関大宝領城の攻略に当たった。昭平7年、文羅元年12月11日、死去。あと、この校長が継いだ。法号は、 妙高印作巡角沖縄。な。ありがとうございます。